千葉種県は、室町時代中期の武将。千葉市、第15代当主、千葉金種の次男。京徳3年12月27日、鎌倉久保、足利重氏が、関東管領上杉則忠を暗殺したことから、京徳の乱が起きると、兄種直と共に、重氏討伐に参加したことから八大将軍、足利義政から激賞された。だが、 これに不満を抱く重心、原種房に、千葉城を吸収され、種県は、兄と老いの種のりと共に、戦打荘に逃れた。そして種直と、種県は、島城に、種のりは、多古城に立てこもり、援軍を待ったが、交渉元年8月12日、原種房に加担した小島配り高種の攻撃に、耐えきれず、多古城は陥落、種のりは、 城の近くの阿弥陀堂で自殺、種棒に攻められていた、島城の種実家も8月15日、東前寺に走り自殺した。種県は二人の息子み種、地種を連れて城を脱出、南の小包城に入ったが9月7日に、小包城も、陥落種県も自殺した。二人の息子は、八たそうに逃れた。その後、実種と地種は、市川城に入り、 市川上へは、将軍吉政によって派遣された、東上園も合流したが、小学坊、足利重氏の派遣した、柳田持助らに敗れ、交渉2年1月19日に、市川城も陥落し、さらに、武蔵まで落ち延びることとなった。以後二人は、大木谷上杉家の保護を受けて、幕張高種、原種ふさらに対抗していった。ありがとうございます。